日は11月の5日水曜日の日替わり竹部でございます。さて今回は資料を複数持ってご案内させていただこうかと思いますが、まずこちらに持っておりますのがドル円チャートと日経平均株価のチャートでございます。まずこちらの方、まずはこちらの方からですねご覧になっていただこうかと思いますが、こんな感じでございます。はい、本日でございますけども久方ぶりにという言い方になりますでしょうか。ドル円相場114円台回帰、そして日経平均株価においても1万7000円水準をまた、引きにかけてでしょうかね、特に意識するような展開になったというところでございます。こちらのグッドドル高、ドル高円安、そして株高と日経平均日本株高になった水準というのはこれ、先週でございますけどもね、日銀のバズーカ緩和、ハロウィン緩和の時の上昇ゾーンでございますけども、さてじゃあ今回、なんで上昇したのかというところなんですが、日銀の黒田総裁、この方共同通信社さんのですね、講演会があったわけでございます。またちょっと複数資料があるわけでございますけども、物価目標に対するブレが全然なかった、 2% 目指しているものに対するブレが全くなかったよということ、そして、速報で、それぞれ入ってまいりました。マーケットかなり織り込んではいたわけでございますけれども、米国の中間選挙において、共和党が優勢だというような報道が入ってまいりました。個人的にあくまでも個人的な見解でございますけれども、企業寄りという言い方、そして、オバマ大統領、共和党の相反する党にいらっしゃるわけでございますけれども、ねじれになるからなかなかハンドリングができなくなるからドル売りなんじゃないのというような見方もあるというふうにして個人的には思っていたんですが、やはりですね決められる政治というんでしょうか、共和党主体という形で、ウォール街はそういったところが拍手喝采で迎えているというようなロジック、そうしたところではドルが買われた、そして円が売られた、さらに日経平均株価が上昇したというような、ロジック、構図が動いているわけでございます。で実際は、ここがちょっとへそ曲がりの竹部でございますけれども、需給的には誰が動いてたのかと、本日は5等日でございましたので、輸入企業が断続的にドル買い売りを持ち込んでいたというのと、米系証券が上値をもう一回、東京の午後に入ってからでしょうかね、上値ダメージをしたとこういうような観測が入っております。いずれにしても今夜、また欧米勢がどういった形でドル円相場を捉えていくのか、この辺が大きなポイントになるというふうにして見ておりますが、さてで先ほど申し上げました日銀の黒田総裁に関してでございますけれども、まずはですねこのちょっとこちらの方の資料をご覧になっていただければと思いますが、ぜひですねこれ日本銀行のホームページどなたでもご覧になりますので、確認していただければと思います。 2% 物価安定の目標の実現を確かなものにと、かなり力強いご発言をしてらっしゃるわけでございますけれども、この辺の文脈拾ってみますとですね、これ、10月の31日の時に黒田日銀総裁が、政策決定会合後におっしゃっていた記者会見の時におっしゃっていた文言とほぼほぼ同じの内容でございます。そういった形で見ますと、もうほとんどブレは全然ないよというような、マーケットの指摘観測がございます。さらにもデフレ脱却においてのプロセス、今まで現在がクリティカルモメント、こういう言い方なかなかしないんですけども、今まさに正念場なんだというような、姿勢を見せてらっしゃいます。そうしたところでは円に対する、追加緩和、さらなる追加緩和というような、方がというんでしょうかね、まだ合口を胸に秘めているというような形では、過度な円高バイアスはかけづらいというところがマーケットセンチメントになっているというところでございます。さてそこででございますけども、今回は、ちょっとというところじゃなくてかなり長いスパンでですね、ドル円相場ちょっとトレンドをご案内させていただこうかと思います。2018年は1ドル140円クエスチョンマークと、で何を申し上げたいのかというと、これ長方形分析、レクタングル分析と私は勝手に、ちょっとカッコつけて名乗ってるわけでございますけれども、このトレンドの流れの中で、大きなポイントというのは1点だけでございます。この長方形の分析の中に入ってるねというところなんですが、この黒田日銀総裁2018年の4月8日をもってして任期満了を迎えられるというところでございます。そうしますと現在が2014年末でございます。どなたでもご存知なところでございますが、あとざっくりと4年あるわけですね。3年半という言い方でしょうか。そうしますと2年で 2% というふうにしておっしゃっていたところの中で、今般ちょっとデフレの転換点というか、今予防的な措置というふうにしておっしゃっての2年で 2% となりましたが、じゃあそれが終わったらすぐにやめちゃうのかというと、これ当然マーケットに見透かされますから、継続して 2% を割れないような施策をしてくるだろうというふうにして竹部的には勝手に見ております。で合わせてでございますが、
安倍首相におかれましても、これ今自民党内での総裁になられるというところでの、党内での規約がございますけども、まあ、基本的には、総理首相、まあ、これ任期ないわけでございますけども、自民党の内規に合わせていくと、おそらく2018年の9月、その時に任期満了になられるだろうというのは 見通してみると、2018年に向けてはドル高、円安、デフレ脱却、日本再生というような掲げている拳は、おそらくという言い方をしていいのかと思いますが、下げることはまずないだろうという見方を武部的には見ております。まあ、かなり膨らまして、夢を出してくれるじゃないか武部はというような言葉があろうかと思いますが、ただしポイントというのは、先ほど申し上げたように、まあ、ドルの事情という形になりますでしょうか。まあ、米国の事情ですね、政治事情というところで、ドル高の牽制が入ってくるのかどうか、こういったところが、まあ、かなり4年スパンですので、かなり先々の話になってくるかと思いますが、年間15円幅ぐらいという言い方をすると、まあ、もうちょっと円安に行ってもいいのかなという個人的な感じもなくもないんですが、大体年間変動幅は15円前後というところで見ておりますので、まあ、過度な円安にならない限りにおいては、こうした緩やかな長方形トレンドで見ていく限りですと、上限140円、ないしは130円、この辺のところを目処として4年後ぐらいにはあっていいのかなと。これあくまでも4年後でございます。そうした見方をもってすると、かなり超長期ではございますけれども、基本的には現状のトレンド、継続していくものであるのかなと。さて本日が水曜日というところでございますので、本日のテーマ、初心者が陥る為替の罠と題してご案内させていただきたいんですが、要は簡単でございます。武部、これ寝てるイラストございますけれども、今週から、米国の雇用統計を週末に控えておりますが、今までと違って夏時間から冬時間になっております。で、この東京、ロンドン、ニューヨークと世界の金融三大市場でございますけれども、時間軸のズレが出てきておりますので、この辺を十分ご注意していただければと思います。当然ドル円相場においては円のマザーマーケットでございますので、東京市場が主役、ロンドンに移ったらポンド、そしてニューヨークになりましたらドルが主体というふうにしてなりますが、まあ、当然、連動連関性がございますので、急にそこでパツンと途切れるわけではないんですが、やはり世界の市場参加者が注目しているのは、現状においてはやはり米国株式市場の動きというところになりますでしょうか。そうなりますと、つい先だってまでは22時半でございましたけども、今は23時半、そして朝の6時に米国株式市場が終了いたしますので、まあ、そうした時間軸も意識してストップロスの設定観測なり、ストップロスの設定なりですね、まあ、マーケット事前にエグジットしておくなりというところが、非常に重要なところでございます。これ初心者の陥る為替の罠という言い方をするとちょっと失礼なのかもしれませんが、ずっと続いているからやりづらいんだというふうにしていらっしゃるかとは思いますが、東京市場、そして欧米市場と分けて考えるだけでもですね、これ感覚的にというのではなくて、実際にリスク管理にもつながろうかと思います。ぜひポジションの方はご留意をしていただいて、リスク管理ご留意していただければと思います。でちなみに今夜でございますけども、 ADP オートマチックデータプロフィッシングと、これ民間の給与計算の会社でございますけども、この会社週末の米国雇用統計の参考指標として注目されております。今年に入ってだいたい20万人超える水準というのがずっと続いてきているわけでございますけども、6月、だいたい30万人弱ぐらいまでちょっと突出したような動きになりました。で今回はだいたい22万人ぐらいでございますので、マーケットあまりサプライズはないかもしれません。だいたい22万人ぐらい、まあ、20万人超えてればというところだと思いますが、この辺の数字も意識してですね、今夜のマーケット、まあ、特にドル事情の方をですね、皆さん、ご勘案していただいてお取り組みをしていただければと思います。ちょっと気が早いかもしれませんが、本日が水曜日、そして明日木金と週半ばでございます。週末に向けてのポジション縮小、そして週末米国雇用統計が22時半で、その日はガチンコ雇用統計もございますけれども、ぜひですねリスク管理の今からお含み置きしていただいた上でお取り組みいただければと思います。以上11月の5日水曜日の日替わりだけでございました。